内川でございますね。庄内川だいぶ増水しております。ちょっと今低いところをね走ってるのでちょっと怖いんですけれども、ちょっと溢れてますね。ちょっと水面が近いと怖いですね。近いな、まだ大丈夫というところですが、まだね雨はちょっと弱まりましたけど、この後は水面上がる可能性は十分にあるので要注意でございますね。白いやつがいる。ちっちゃ。野鳥さん、ああこれでも見えるけど、ああ全然違うこれヘルメットは何だ。大丈夫だね。大丈夫だね。大丈夫だ。こんにちは、平山茂です。今日はですね、5月の21日金曜日でございます。現在時刻は4時13分でございます。さあ金曜日が終わりました。本当に週間お疲れ様でした。お疲れ様でございました。今日はですね、名古屋市にある稲荷公園の、野鳥観察室みたいなところでねお邪魔してきました。明日はね天気良さそうなので、いい週末になるんじゃないかなと思います。皆様良い週末を送ってください。私は明日早起きをしてですね、またちょっとお城を見に行こうかなと思っております。よかったら見てください。それではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。また明日。